どちらも当たりなのかね。はて、そんなはずは。どちらかが勘違いということでしょうか。園児様のは間違いなくアーモンドです。カノン君、そっちは？エヴァ様のも間違いなくアーモンドです。では二人とも当たりということではありませんか。親方様、これは奇異なこともあるものだ。どうしたものか、ご代を。これはちょっとした手違いでございまして、じゃんけんでもしてもらって。ケチくさいことを言うでない。二つのアーモンドが現れ、女王と姫が選び出されただけの話ではないか。そういうことだ。二人が当たりということでよいではないか。ああ、まあ、しかし。じゃあ、エンジェちゃんがお姫様になりなさい。お姫様？エンジェはお姫様なの？私はその付き人よ。ね、これならいいでしょう。でも、いいの？エヴァおばさんも当たりなのに。いいのよ、エンジェちゃんの付き人になれたもの。さあお姫様、あなたが叶えてほしい願いは何？考えてちょうだいな。エンジェは願い事もう決めてあるの。あら、それは何？おばさんに教えて。さっきまでの楽しいがずっと続いてほしいの。さっきまでのって、ああ、手品とかクイズとか。うん。じゃあこうしましょう。みんな聞いて、お姫様の命令よ。ついさっきまでみんなが盛り上がっていたように、手品やクイズなどでエンジェちゃんを楽しませてあげてちょうだい。おいおい、もう手品のネタも尽きちまったぜ。ならクイズやなぞなぞね。つまりみんなでいろいろなクイズでエンジェちゃんに楽しんでもらうようにすればいいわけかね。お姫様に楽しんでもらえるクイズをみんなで献上するのですね。なるほどね、了解したよ。あはははなるほど、面白いではないか。ではエンジェよ、こうしよう。みんなにクイズやなぞなぞを出してもらい、それに挑むがよい。見事解けるたびにそなたにメダルを一枚与えよう。メダルって？記念メダルってことだろうな。いっぱい正解できればいっぱい集められるんだろうぜ。ただ集めるだけでは集まりませんね。うん、集めたメダルの枚数に応じて私から素敵なプレゼントを送ってやろう。どうだ、がぜんやる気が出たであろう。すごいじゃない、ご褒美まであるんですってよ。よかった。